西野でーす。ナダルです。さあ、始まりました、エロチキーチャンネル。はい、ゲームということで、さあ、はい、今回、この8番出口というゲームなんですけど、流行ってんの流行ってんの言うの、そんなに俺、ハーの時もあかんねんけど、風で。あ、ハーってなって。え、ハヒフエゴって。ハヒフエゴ。ええこれどういうゲームですか？ゼロ番出口っていうとこからの地下道の8番出口やるようにから始まるんですけど、それをあの8番出口目指してどんどん進んでいくっていう。8番出口目指しだけ？そうです。ルールがありまして。ルール？はい。進んでる中で、異変を見逃さないこと。異変を見逃さない？はい。間違い探しみたいなこと。で、異変を見つけたらすぐ引き返すこと。え、怖っ。で、異変が見つからなかったら引き返さないこと。はあ。で、あのそれをこなして8番出口まで目指すっていう。はあ。その進んでいくうちに異変があんねや。その異変を見逃さずに、はい、こうその場でちゃんと対応したらいい。そうです。ああ、見逃してしまって、そのまま進んだらなんかやばいこと起きる。じゃあ、あのまた0番出口からになります。今8番出口やんな。今0です。これ0がなんで？だから8番出口向こうですよっていう看板が出てるだけで、ここ0番出口やん。そうなの。だいたいわかるでしょ、それ。何回説明するんだよ。すいません、やばっかりやな。じゃあ、奈良さんに視点、目線をやってもらって、俺が。うわ、リアルやで、床の汚れ具合とか。もうめっちゃリアル。いきますよ。ちょっと待って。あ、パートこんなコンビニ見たことない。異変。モトロセ。え？なになに？こんなコンビニ見たことない。モトロセ。いや、こんな異変なん。こういう異変なん。ちょっと、ちょっと待って。戻んの。まだか。もうちょっと進もうか。うん？運転。これは普通やろ。運転版。うわ、見たことあるわ、こんな。うん。まあまあ、全然異変ではないですよね。ほんま？従業員専用ね、あるよね、こういうの。これはこんなん絶対ちゃんと見た方がいいんちゃう。お前ちょっと進むの早いんちゃうか。これ誰さ、ちゃんと頭働いてないからさ、お前がそれちゃんとやるよ。で、目線をこう動かして。はい。どうこれ、異変ある？まあまあ、別にね。あるピコテレビ岩竹放送局。ほら、関係ないか。関係ないやろ、さすがに。さすがにもうそういう著作権で言って言うのやったらな。うん、はい、行きますよ。もうガンガン行こう。やー、いいの、ガンガン行こう。めっちゃリアルやな、これ。めっちゃリアル。あ、うわ、誰が来た、誰が来た、誰が来た。西野、ほら、ちょっとストップ。誰が来たぞ。ちょ、異変があるかどうかだけ。誰が来た、誰が来た。ちゃんと顔見よう、ちゃんと顔見よう。こんにちは。うん、偉いね。今日なんかちょっとあのね、ちょっとあの、ちょっとすいません、すいません、ちょっとあの、いい商品が、違う、もうこっちが異変あるやつよ。なんか、やばいやつおるくなってたよ、あの人も。いい商品があるね、商品。あ、またや。同じ人来てるやん。ループやん。怖っ。おかしいやん、これ。さっきからちょっと、こんにちは。もうそれええやん。ちょっとさ、目の前に立ってみてやん。進行を。確かに。うわ、怖い怖い怖い。こんにちは、ちょっと待っていただいていいですか。ちょっとお話あるんで。すいません、止まってください。止まれ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 。こんなおかしいやつおれへん。行くぞ、ついていくぞ。こんなおかしいやつ、こいつについていくか。行こう。異変が、だってこれおかしいもんだって、こいつ、うん、全然反応してないもん。めっちゃ怖いねんけど。なんか何回もお辞儀しましたよね。ねえ。え、ほらほら、めっちゃ怖いねんけど。こんなハゲてた。こんな髪型やった。髪の毛おかしいぞ、なんか。こんな髪型やった。なんか、え、どうしたどうした、異変やん。異変やんな。これ異変でしかないやん。何何？あれ？こいつ影なくない？影ない。ちょっとぐるって回ってみて。ぐるって回る。ほら。影ないぞ。ほらほら。逃げろー。行くぞ、逃げるぞ。
よしよしよし。後ろ振り返る。こいつ怖っ。何だこいつ。何してんの。じゃ怖いんやけど。逃げろ。いやこれめっちゃ怖いわ。何なん。ちょっと一回戻ろか。ちょっと一回戻ろ。あ、またおるやん。もういや、もうちょっとほっとこ。意味わからん。こいつ何なのこれ。歩いてるだけやろ。この人何なんマジ。こんにちは。挨拶がすんねんな。こんにちは。挨拶かせー。あーこ、ええ、ちょっと待って。大丈夫。あ、何にも動じなかった。異変っていう異変でもないのに、別に、あのおっちゃんが。なんかこう、分かりやすい異変があるのかもしれない。あれなんか、えほら。ちょっと待ってな。こんなんなかったぞ、さっき。いや、待って。タイルこんなんじゃなかった。こんなんやったっけ、タイル。タイルこんなんやったって。急に何言い出すの。何が何がほら、ここ。どれこんな白い看板なかったよ、さっき。ほらほら。あ、ほんまや。タイルではないんか。うん。あ、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変を見逃さないこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと。異変見つかったからもう戻ろうぜ。これは異変と捉えていい。いや、こっからスタートです。あ、ようやく今からスタートや。何を警戒すぎたり。なるほど、こっからや。あれタバコ色ついてない。お、ほんまや。なあタバコ色ついてる。酒ついてなかったよな。戻ろ。すげえ。え、すごいやん。はい。え、マジでそうちゃう。もうそういうとこあります。ついてなかった。あ、一番出口だった。やった。すげえ、そういうことか。一個進んだ。なるほど。イエス。すげえすげえ、やるやん。うん、ちゃんと見とかなあかんねん、デニシロ。俺、風邪ひいてるけど、こんなんできるから。すげえやん。なるほど、間違い探しにちょっと似てるな。うわ、ちょっとだからあのおっさんも、もしかしたら毛量増えてるとか。なるほどね。そういう変化あるかもしれない。もしかしたらね、うなずいた挨拶返してくるとかな。あ、なるほどな。さっきなんかマジであるかもしれない。こんにちは。一緒やった。なんかあれ、どうした。土曜日の午後やってなかった。うそやん。引き返すで。じゃあ、土曜日の午後やってなかった。あ、土曜日の午後は営業してたのに、うん、今営業じゃないになってる。どうしよう、異変。どうしよう、この異変。もうちょっと見んでいい。もうちょっと見てみようか。うん、このアルバイト募集さっきからあったよね、これは。うん、時給1000円、覚えてる。時給1000円やな。犬も別に、買ったことちゃうかもしれないけど、分別。あー、一緒一緒。記憶力やわ、これ。若竹放送局しやね。防犯カメラ作動中。え？これどうなんやろ。清掃員のやつあったっけ？あったけど、清掃員詰めちゃったの。専用。でもさ、その、ここ今まで見てどっかに違和感があったとしたら、もう今引き返したら2倍になってんじゃん。引き返さず行ってみようか。引き返さず行く。どうする。俺なんか土曜日のここやってたかなと思って。いや、こう。え、あ、見逃したんや。うわ、怖っ。ちょ、これなってもうたんやん、最悪や。うわ、どんどんどんって、怖っ。だから違和感を見つけれんかったからや。怖い。いや、うわー、もう勘弁してや。普通に。あっ、2番やん。2番なってる。2番なってるやん。こいつさっきもこれやってたな。困ってんな。おい、もうちょっと進んでみて。前から見てみよう。靴を長すぎて。髪の毛はもうこれ嘘みたいな。カツラ被る時のここのさ、デコの部分のやつ乗せてるみたいな。あるけどさ、ちょっとまあまあスルーかな。スルーか。ちょっと待って、こんな
指先だけスマホ持つことある？もうそれボロボロ。それボロボロやで。あ、なんか入れとんな。もうええわ。無視しよう。2番や。2番なってんのよ、でも。でもさ、めっちゃ雑魚ちゃんのために。八本木、いや、一緒一緒。いや、面白いな、これ。気をつけよう。え、またおるやん。怖っ。こいつほんま。こいつなんなん、マジ。うん。ちょっと土曜日一緒やな。一緒やな。ほら、一緒やろ。待って待って。ちょっと待って。足元、見て足元。靴。何やって。いや、黒く咲いてるよ、見えじゃん。時給1000円よね。12月、え、待って、うわ、12月18じゃなかった？覚えてない。時計、ちょっとさ、こいつちょっと戻っていいでしょ。このポスターさ、うん、こんなメーカーなんかその飛び出してたっけ？眉からこんな飛び出してたっけ？飛び出してたと思うな。うん。どう進む？うん。ドゥンドゥンドゥンってならへん。大丈夫、特に大丈夫。じゃあ行くで、進むで。うん、12月10日にちがなんかちゃうような気もすんねんけど。あれか。どう？いやまあ一緒ちゃう。うわ、嫌やな、あれの。怖いな、あれの。おぉ、3やん。よかった、お前の新人で。3になってる。3。こいつも絶対変なことしてる。こいつの違和感また見る？覚えてくるな、でも。こんにちは。ちょっと俺足元見とこう。スマホがなんか。まあ一緒やな。一緒やわ。一緒やわ。うん。でもこいつも絶対後に、後になんかあるで。うん。覚えとこう。ちょっと待ってしまうんです。ゆっくり言う。いや、一緒じゃん。うん。うん。うん。日付も一緒やな。ちょっと待って、手法、こんなやったっけ？こんなやったか。こんなやったかな、確かに。うん、こんなやったっけ？こんななんか、イストリーゲームみたいにしてた。こんなやりちゃう、多分。こんなやった。え、今がなし？お前はある？これどうやろう。ありそうな表。こんなんやったかな。どうする、お前に任すわ、これどっち。引き返そう。いいよ。こんな絵じゃなかったと思う。で、進んだら4番出口になってるはず。多分な。うわ、4になってるやん。ほら、当たった。あれは映画ちゃうかった？まあ、いや、分からへんけど。分からへんのかい。いや、4になってるから、まあええやん。何かは知りたかったな。ええちゃうかった気すんねんけどな。もう一回おっさん見る？おっさん見る。まず、スマホ終わってるし。ずっと一緒。ヒゲも生えてるしな。うん、ずっと一緒。うん、
8月8日8一緒やね。一緒やえ一緒やでいやだからそさっき以降も変わったんじゃない。何全く一緒やな。なんか怖い怖い怖い顔顔顔みたいになってない。いや思った俺もちょっと顔っぽい。えほらいや怖っ幽霊みたいな顔やな。戻ろう戻る、うん、他見んでいいのこれやろどう考えてほら。うわ怖いな確かに。これは顔か、うん、絶対そうやろ、うん、行こう5番出口やってる、うん、これはだって明らかにおかしい。ちなみに右クリックしながらの方向を押すと走れます。あ、そうだね。走るよ。あ、走れんねん。こいつはもうずっと一緒やろ。これ5や5や5や。あの顔かな。おお、スムーズやね。もうちょっとで8番出口やから。消しろ、ちょっと待って。はい、これはそろそろ。あれどうした。スムーズ変わらんおっさんや。うん、背中汗かいてる歩けろよ。さっきのよう見つけたな、うん、顔多分そうやな、うん、8一緒やね、うん、一緒やな。うん、うん、あれどうした。カットコース、シャンプーコース、青色やったっけ。うっそほんま青じゃなかった気がする。このビックリマークとかついてたっけついてたと思うけどな。顔なくなってるわ、ね、ほんまやわ、顔なくなってるわ。すげえ。でもこれさ、違和感がなかったらそのまま行くパターンまでな。そうです。だからそれが正解のパターンまで、うん、違和感ないんちゃう。これは今回は俺ありそうな気するけど、じゃあ行ってみろ。西野ちょっと左見て。大丈夫ちゃう。だから次目動いてるやんけ。うわー怖えー目動いてた目動いてる。めちゃめちゃ目動いてるやんけお前。ほらおかしなってね。ほらめまいしてきたぞこっち。うわ早く早く逃げる逃げる。走れ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 走って走って。うわそういうことか。めっちゃおもろいやん。色も変わってたし。あ大丈夫こいつは。イライライラそのおっさんどっかでだから6になってんねやろ。おわ6ラン出口や。よかった。うわ怖っ。2回3でほんまほんまやな。ちゃんと見場感見つけよう頼むからな。いやいやでも全然関係なかったやろドッグポスターかなんかの青色関係なかった。完全で目やったよ。ちょっとあ、早いぞ。走る走る逃げる逃げる逃げる走ってた走ってたあいつ7 オッケーもう8いけるの畳みかけるように変なこと起きた。えこれこれあれ何清水市中学校じゃなかったっけ。水せで合ってるっけ。分からん。控えず清水中学校やった。どうする。どうしようあいつ次は歩いてんのかな。めっちゃ怖がってんけど。あ歩いてるわ。どこもだか歩いてるわ。怖っ。さっきの映像めっちゃ怖かった。あのおっさんが歩いて走ってんの。めっちゃ怖かったわ。もうおっさん大丈夫か。もうおっさんは終わったんちゃう。おっさんもう大丈夫ですか。おっさんおっさんねえとか言ってきてどうする大丈夫だった。うんここは大丈夫やな。
もうちょっと分かりやすい気もすんねんけどな。やっぱそうやな、隅々まで見た方がいいな、うん、よっしゃ。これもうちょい近づいてくる。これ下向きやったっけ。何が上向きじゃなかった、この。うせえ、そんな、そんなとこさ、瞳のさ、色、下だけ茶色で左色ついてないの、こんなんやったっけ。こんなんやったと思う。ここだけ色ついてない、なんか。目？白黒じゃなかった。まばたきするとかやめてや。でも目が、目関連でこんな続く？そうかと思うねんけど、さっきよりちょっと目開いてない。いや、確かにそう言われたら、あー目動いてないな。めっちゃむずい。どうこれ、5? 西野どう思う？次西野の意見でもいいよ。俺らが持った方がいい気するけど。5でいいんちゃう？もうないんちゃう？次は。だからこんな引き返すことばっかりな。大丈夫か。怖い、なんかこの角怖いねんけど。7番出口になってるんじゃない？うわっ !8 やん !8 やん。え、これ、こうした8やん。7言ってましたよ。7言ってたか。7言ってて、あ、何もなかったやん。だからセーフ、お前の言う通りやった。え、じゃあこれがラストか、ファイナルステージ。もう出口じゃないですか。あ、もう出口か。 OK、クリア。クリア、クリアちゃう。ほんまか。うわあ戻った方がいいじゃん、これ。これを違和感とするってこと？戻るってことか。一回話してみて、こいつに。え？めっちゃ見てくる。なにこれ？大宅？大宅さんじゃないの？なにこれ？これ戻るってことか？戻るってことやんな。そうですね。戻る戻る。ああ！え？ちょっと待って、今のってさ、ちょっと。何、どういうこと、どういうこと。ミスターや、絶対。え、すぐ戻らなあかんかったんや。いや、違うかったんや、多分。え、でも8番出口ってなってたやん。ちょっと一回行ってみよう、もうちょっと。でも最初からなわけなくない。え、何、あの最後は何、大沢さんの後振り返った。え、0番なってるやん。はぁ、あ、言ったやろ。じゃあ言ったやろって何言ってた。分からへん。だから最後すぐ引き返さなくなったやん、多分。遅かったんかな。おもろ。まあまあまあ、もうね、時間があれなんで、皆さんちょっとやってみてください。これパソコンのゲームやんな。470円。これはちょっと、これめっちゃ面白いわ。何が。じゃあちょっと僕らは8番出口直前でアウトでしたけど、コメント欄とかで、なんで俺らがああなってしまったとか、確かにね、人いたら、考察というか。うわぁ。うわ、ほら。言ったやんだから。何は？あ、言ってないわ。何が？違和感見つけたと思ったら一緒やって。とりあえず、僕らはちょっと直前でクリアできずでしたけど、皆さん、よかったら、チャレンジしてみてください。ダンさん、どうでした？いや、めっちゃ面白かったけど、クリアしたかった。クリアしたかったか。もう一回やりたい。ちょっと、もう時間ないよね。はい、ちょっとね、皆さんもチャレンジしてみてください。ということで、8番出口、めっちゃ面白かった。面白かった。ありがとうございました。